名古屋市はハロウィーンを前に混乱やトラブルを避けるため東区のオアシス21屋上の水の宇宙船と地上緑の大地の一部エリアを昨日の午後6時から夜間閉鎖しましたが、付近には大勢の人が集まり、警察や警備員が注意を呼びかける姿が見られました。治安が悪くなったりすると本当にもうイベントが開催できなくなっちゃうので、それを防ぐっていうのはとてもいいことだと思います。わざわざ遠くから来てる人もいるから帰省するのはちょっと。あさってのハロウィーン当日はオアシス21地下の銀河の広場も午後5時から閉鎖されます。